ごきげんよう。ガラクタやオルドです。今回は仮面ライダーセイバー第22話感想をツイッターから拾ってきたので読み上げていきたいと思います。え今週の仮面ライダーセイバー、オオカミさんはかっこいい。うひゃーこれも世界を作るためメギドはその人が持っている特別な力を狙っている。また吹っ飛ぶメイちゃん、キングオブアーサー盗まれる、有利パクル。 まあ今回簡単に言うと大神事さんが大はしゃぎしていたと。うひゃー俺の肩鍛冶としては好奇心が止まらねえだとか。あと、2、3日は起きないだろうなって言ったそばからすぐに起きるトーマに草生えたとか。あと、マジないワボットのマジないわーっていう新しいマジないワーが生まれてたりと。まあこの辺ですかね、とりあえず。 双子でも家族でもそれぞれ個性がある。その個性を尊重して命も守る。えー、これこそ仮面ライダー。えー、かっこいいよ、トーマ。ド M で笑った。痛い。これが体の痛みか。久しぶりに最高だな。確かに、これ考えたらド M だな。救いよう、ないわー。この番組を否定する小神さん。 まず「成果を褒めないの最高にクソ上司だな」それは小説家は仕事じゃねえ人を救うのは私たち総動ブロゴスの役目ですあなたは危険に飛び込まずに本業に専念してくださいクソオカミさんがいい父親やってる一方で仕事から解き放されてた大真父さんとの最高の肯定され耳キーンってなりそう ゼロワンもお仕事対決あたりの国標ありましたけど、滅亡人類の伏線で保ちながらメタルクラスターの登場から一気にカラーを構築していった感ありましたね。令和ライダーは最後まで見なければわからないシリーズ構成で組み立てられてる感じかな。第2部は新フォームラッシュも一段落しますしね。次回、仮面ライダーセイバーに新しい強化フォームが出るよみんなお楽しみに え、撮影が終わった後に、追加になんかマジなヨボットから来たんで読んでおこうかと思います。え、今週のセイバーはセイバーボロボロなのに戦う本来の仮面ライダーになった大真珠さんかわいいだそうです。というわけで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。